エルトンが1728年に考案した四分儀。ジョン・エルトンは、18世紀イギリスの冒険者、船大工、船長。アフシャール町のナーデルシャーに仕えたことで知られる。イギリス東インド会社の総督ジョン・マルコムには、起業家精神に満ちるが、いささか軽率と評される。ロマノフ朝、ロシア帝国は1735年に、 オレンブルク方面に探検隊を組織しており、ジョン・エルトンはこれを補佐するため、ロシア帝国から船長として派遣された人物である。エルトンはこの任務でアラル海を探検する予定であったが、タタール人の妨害によりこまでたどり着けなかった。そこでエルトンは、鎌川、ボルガ川、ヤイク川といった河川が合流する定置帯の探検を自ら買って出た。 この地方は当時ロシア帝国の南東方面の辺境であった。1738年1月にサンクトペテルブルクに帰還するが、サーリの木に入る成果をもたらさなかったため不況を買い、任務を解かれた。エルトンこの古岩。現ロシア領ボルゴグラード州。同年にエルトンはサンクトペテルブルクにいる何人かのイギリス人の貿易省の元を回り、 ロシア帝国領内を通り、カスピ海を渡って、イランや中央アジアの国々との交易をやってみないか、と持ちかけた。マンゴグレアムという名前のスコットランド人の若者が、この儲け話に乗り、ヒバやブハラで売るための品々を仕立て、1739年3月19日に、モスクワを出発した。ニジニノブゴロドからアストラハンまでボルガ川を降り、カラガンスクという場所に着いたが、 そこの住民から草原の国との交易は儲けにならないといった話を聞いた。そこで行き先をギーラーンのラシュトに変更し旅を続けることにした。ラシュトでは趣味よく市場を見つけ、さらにシャアの直去も得た。直去はイラン全土で自由に交易してよいという大きな特権を認めるものであった。エルトンはロシア会社に自分を通してイランと貿易することを提案し、 1741年にロシア帝国議会がそれを承認した。エルトンは1742年にカスピ海に面した港で2隻の船を建造し、機関の船長に収まった。ロシア帝国議会は密定を送って、エルトンの動きを把握していた。エルトンが西欧の先進技術によってカスピ海で船を建造した後、船にイギリス国旗を掲げていることを知ると、 ロシア人たちはエルトンがナーデルシャーのために働いているのではないかという疑いを強めた。ロシア会社はジョナス・ハンウェイを派遣してエルトンを尋問させることにした。ハンウェイは1743年12月3日にラストに到着したが、そこで見たのはエルトンがシャーに献上する船の建造に精を出している姿だった。ロシア帝国議会はこれに起こり、 カスピ海貿易への参上を取りやめた。これにより、ロシア会社は儲かる見込みがなくなった。その時エルトンは20門の大砲を備えた軍艦を建造中だった。エルトンは船長に内定しており、ナーデルシャアにはカスピ海艦隊の提督にしてやるから、カスピ海のすべてのロシア船をあまりの命令に従わせよと言われていた。エルトンはシャアの下で2度にわたり、爆雨に物資を運び、 ダゲスタン侵攻作戦の時は、ダゲスタンの海岸を偵察した。ロシア会社は1744年10月、エルトンにイギリスへ戻るよう命じたが、エルトンはこれへの応答として、エルトンがアフシャール町の支配領域から出るのを禁じる、胸の1745年11月19日付直例を転送した。ロシア会社はエルトンに年金の支払いを申し出、 イギリス政府も海軍にポストを用意したが、エルトンはいずれの海中にもなびかなかった。ロシア会社に迷惑をかけていることは棚にあげて、エルトンはイギリス国民ならイギリスの友好国の君主に忠義を尽くすべきだと考えていた。そして、エルトンにはロシアに義理立てすることは何もなかった。1747年のナーベルシャーの暗殺に際しては、 エルトンも過労死で暗殺の危機から逃れられ、その後、シャアの後継者の庇護を得た。しかしその後エルトンは、トルコ系遊牧民ガージャール部のモハンマドハさん、ハンによるハンアフシャール部の動きを指示した。ラッシュトに迫るガージャール勢力への抵抗運動に手を貸さなかったため、エルトンは、1751年4月にギーラーンの自邸を反対派に取り囲まれ、 その後、ギーラン知事ハーチ・ジャマール・フーマニーに捕らえられた。エルトンは、その後、射殺された。歴史家でもあった、イギリス東インド会社の総督ジョン・マルコムは、ジョン・エルトンを、企業家精神に満ちるが、いささか軽率な英国人と評した。エルトンは1739年の最初の、ロシア編境探検の際に探検録を書いており、その大部分が、 ジョナス・ハンウェイの著作ヒストリカルアカウント・オブ・ザ・ブリティッシュトレード・オーバー・ザ・カスピアン・シーに引用されている。ロシア南東にエルトン湖という湖があるが、この湖の名称はジョン・エルトンのファミリーネームにちなんでいる。ジョン・エルトンは四分儀を改良して1728年に特許を取っている。エルトンの四分儀という名称の当該発明は1732年。 法律協会発行のフィロソフィカルトランザクションに記載されている。ありがとうございます。